あーコラボね、なんて言うんだろうな、私今まで実はあんまりコラボってまあ分かってる人はいっぱいいると思うんですけど、積極的じゃないんですよね、私あんまりコラボに関して。なんかなんて言うんだろうな、やっぱりずっと一人でやってきたからっていうのもあるんですけど、なんだろうな、なんかいや気を使っちゃいがちで、すごくなんかあ、なんかコラボしたことでなんか相手にあ、この人ちょっと嫌だなって思われるの嫌だなみたいな、そういうのとかがすごい強くて、だからね、なんかどちらかというとあんまりね、そのですごい気づかれをしてぐったりしてしまうっていうのが割と多くて、でなんか自分から積極的にっていうのがね得意じゃないんですよね、実はそうなんですよね。誘われればするし、あのスケジュールとかパンって出されたらもちろんやるんだけど、自分から行ける子はねすごく限られてくるんだよねっていうのがあって、あーしばちゃんとのコラボ楽しかった、あれはお互いに気を使って終わった後すごい疲れていた可能性は高い、はぁってそうだから、なんか例えばとつまちとかも、なんかとつまち私がやったらなんか行かなくちゃいけないみたいな気分で来させてしまったらどうしようと思うと、逆にやった後すごく疲れていたりとか、そういうのがあってあんま得意じゃない、自分がそうとつまちとかで軽く行くのはいいんだけど、あ来させちゃうんだもんなと思うとなんかねできなかったりねするんだよね。そういうのをねぶち壊してというか、来てくれる子って何人かいるのよ、そういう子だとおーってなるから、すごいなんかなんて言うんだろう、仲良くなりがち、すごい勢いでボンって入ってくる子とか、まあ、そうなのよ、だからいろいろ何人かよぎるでしょ。そうだな、やっぱ私は配信的にもこうみんな多分なんかマイクラとかでもそうだけど、なんか癒されるみたいなのとか、のんびりしてるとか、睡眠導入に使ってますみたいな人がすごい多いのは手紙でも分かっているので、そういう方向性は崩したくないかなっていうスタンスは変わらないでいこうかなって思ってる。コメントは全然しないんですけど、睡眠導入に使ってますっていうあのお手紙すごいもらうのでそういう感じでねやっていきたいなと思いますし、まあだから私の配信とかがそうやって合わないなって人は絶対いると思うから、そしたら無理にコメントしたりとかも全然しなくていいし、なんかなんて言うんだろうな、なんか自分が好きなように見てもらえれば嬉しいなと思います。って感じかな。